グレゴリー・アダム・レイノルズはアメリカ合衆国カリフォルニア州出身の元プロ野球選手、ウト右ミギウチ。テラノバ高校在学中、2003年の MLB ドラフトでフィラデルフィア・フィリーズから41巡目で指名されたが、拒否し、スタンフォード大学に進学。2006年の MLB ドラフトでコロラドロッキーズから1巡目指名を受けて入団。 2008年5月11日のサンディエゴパドレス戦でメジャーデビュー。6月7日のミルフォーキーブルワーズ戦では6回に失点で初勝利を挙げた。2009年、2010年はメジャーでの登板はなかった。2011年5月22日にメジャー昇格。この年は13試合に登板し、防御率6.19だった。2012年1月5日に、 チャドトレーシーとのトレードでテキサスレンジャーズに移籍した。メジャー昇格がないまま11月3日に FA となった。2012年12月18日にシンシュナティレッツとマイナー契約を結んだ。2013年7月23日のサンフランシスコジャイアンツとのダブルヘッダーの第二戦で先発登板したが初回から5点を奪われた。7月28日に リーフとなった。AAA では23試合に登板し、12勝3敗、防御率2.42、ホイップ1.06の成績を残した。10月30日に FA となった。2013年12月20日、埼玉西部ライオンズが獲得したと発表した。2014年のオープン戦では3試合に登板し、防御率0.53、1勝0敗の高成績だった。 9月20日に、球団より契約を解除し、ウェーバー工事にかけられることが発表された。西部対談後の2015年1月16日、自宅に侵入しようとした男を止めるために殴った、際に聞き手を負傷した。2016年2月19日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結んだが、5月16日にリリースされた。2020年のインタビューでレーノルズは、 消防学校に通っていると語っている。ありがとうございます。